はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ソウルバーナーです。さあ本日なんですが、診断で実装されましたサラマングレイトレイジングフェニックス、これ、ね、召喚ムービーマジかっこいいんでね、見ていただきたいんですけども、これ実装されましてですね、サラマングレイトがもう完全フルパワーとほぼということになりましたので、今日はこのサラマングレイト、持ってきました。どういうね効果を持ってるかっていうと、サラマングレートレイジングフェニックスが、これね、ほんと出た時とか何もしないんですけど、転生リンクした時に効果ありまして、転生リンクするとデッキからサラマングレートカード持ってこれるよと。で、墓地で存在している状態で自分のフィールド上の表側処置の炎属性モンスターが戦闘か効果で破壊されると、その破壊されたモンスター1体を、対象にとって打点を上げながらこいつが墓地から蘇ってくるよという効果があります。だから結構ですね、レイジングフェニックス5000以上ぐらいの打点になって結構帰ってくることが多くて、まあ、トガ姫破壊されてレイジングフェニックス蘇生するとか、レイジングフェニックス自身がね破壊されて自分の墓地のレイジングフェニックス蘇生とかができるんで、まあ、5600とかで帰ってくこれることが多いですね。でこれを自作自演することができるじゃないですか、サラマングレートって。なんでかっていうと、トガ姫がいるから、トガ姫って自分のフェイド上の炎属性破壊できるんで、破壊して出てこれるんで、でしかもこれ今回ね、相手の盤面にモンスターを送りつけるようなモンスターも登場してますんで、だからトガ姫ちゃんをのもうその起動の条件として、そのレイジングフェニックスのこの墓地効果とかも使えるから、これかなりね、そのキレルートとかも増えてるんだよね。でこれサラマングレートカード転生リンクスと何でもってこえるんで、今まで普通に強かったレイジとかロアーの他に、このねサラマングレートハートっていうカード、これがマジでぶっ壊れてて、マオトラップゾーンの表表紙のこのカード墓地を食って、転生リンクしてるサラマングレートのリンクモリンクモンスターのリンクマーカーの数だけ手札墓地からサラマングレート展開するっていう効果があるんですけど、これね、要はリンク読んでこれサーチしてっから、4体蘇生できるんだよね。リンク4展開した後に4体蘇生できるんだよ。だからめっちゃ満喫できます、高校とかで展開通ればね。でまあ先行でこれサーチするよりか、先行はこれかこれサーチした方が強いけど、基本的にはまあ、後手とかでね、これができるようになってめちゃくちゃ強くなりましたね。アクセスコロトーカーとかエッサじゃん、昔はサラマングレートいらなくなりました、完全に。で一応ね、今回の診断で実装されたこのコードオブソウルっていうモンスターですね、これも、まあ、入れる構築があって結構強いんですけど、こいつ自身がかなり、まあ、今回はちょっとサラマングレートオブファイヤーっていうモンスターを、まあ、初動としているため、このコードオブソウルはちょっと、今回は採用しておりません。まあ入れても全然強いんですけどね、普通に1枚ぐらいは全然こんな感じで組み替えてもらっても全然いいんですけど、コードオブソウルがサラマングレートネーム持ってないから、サーチがちょっと難しいんですよね。レディーデバッカーとかテーマ外のカードを採用するしかないんですけど、このサラマングレートオブファイヤーっていうモンスターをちょっと今回は、まあ、メインで使いたくて、これね、召喚特殊召喚した場合にサラマングレート持ってこれるんだけど、レベル4以下の。これ、この効果の発動後、短所は炎属性モンスターが特殊召喚できないって縛り入っちゃうところもありますし、あとサラマングレートしか持ってこれないから、これは持ってこれないんですよね。はい。だからまあ、レディーデバッカーが強い点もあるし、サラマングレートオブファイヤーが強い点もあるんですよ。これ難しくて、レディーデバッカー入れる構築だと、これ持ってこれるから転生リンクいっぱいできて、パイロのなんかその転生リンク効果狙いやすいとか、でもサラマングレートオブファイヤーはサラマングレートネームだから、こいつ一体でガゼルの特殊召喚条件満たせるとかね、いろいろいいところ悪いところあって、まあちょっと構築はいろいろできるんですけども、今回はこのサラマングレートオブファイヤー軸の、まあ準構築寄りのサラマングレートです。はい、早速ですね、パワー感じていただきましょう。ガゼル3枚つけるの熱いね。デュエルスタンバイ。皆さん、レイジングフェニックスの召喚ムービー見ましたか？かっこよすぎて泣いちゃった、マジで。あれかっこよすぎじゃない？マジやばい、あれほんと感動しちゃった俺。まあちょっとサラマンゲドブファイヤーが入るか。これソウルバーナーもさすがにさ、歓喜の涙って感じなんじゃないので、オブファイヤー効果、デッキからサラマングレートモンスター1枚を手札に加えますよと。何もねえのかあいつ、マジか。サラマングレートスピンに持ってきます。で、一旦ベイルリンクスじゃあ出しますか。なんか無限雇用とかあったら多分なんかチェーンあると思うんで、まあ、チェーンオフにしたら別だけど。でベイルリンクス発動で、効果、ガゼル、あこれ今までレディデバッカー使ってたじゃん、ここレディデバッカー使ってたと思うんですけど、ここねサラマングレートオブファイヤーとサラマングレートネームだから、だからこれ一体でね、ガゼル出せるようになったらめっちゃでかいんだよね。だからね、俺はレディデバッカー型よりもサラマングレートオブファイヤー型の方が好きなんだけど、ただレディデバッカー型にはレディデバッカー型のいいところがあって、そのコードオブストール出せるとかあるからね。モンスターマッチとかミーア使わなくていいや。ミーアの効果でスピンに捨てる動きあるんですけど、
なんかそれしなくてもなんか余った人なんで、もはや普通にこれソセリア、スピニーソセ、あ、じゃあちなみに、エクシーズモンスターでミラージュスタリーを出すときなんですけど、スピニーなるべく使ってください。スピニーって墓地からソセした効果使っちゃうとその後って除外されちゃうんですよ、フィードから墓地に来られると。だけどミラージュスタリーはエクシーズモンスターなんで、その、エクシーズスタリーなで墓地を来られるカードはフィールドから墓地に来られたカード、扱いじゃないから大丈夫みたいな、あの例のやつあれで一応ね、なんかその免れることができるから。ちょ、これ展開力やばいな、これイカれた展開力ストローこれで、ミラージュからの、サンライトで、ミラージュの国旗としないで、ウィーゼル発動を特殊召喚で、サラマゲットサンライトウルフの効果によってガゼル回収でいいかな、まあ、サラマゲットオブファイヤー回収でもいいんだけど、まあ、あいつ墓地落ちてると結構ね強かったりするんですよね、意外とね。でサンライトウルフとなんだっけ、ウィーゼルでサンライトウルフ出して、でサンライトウルフの効果を起動して、あ、でこれサークルあるから、これ洗ったらロアセットしてもらったらそのまんま、これそのまんまセットの方が良かったかもしれないです。でトガ姫ロアセットサンライトウルフでサークル回収の方が良かったかもしれない。でトガ姫、まあ、そんな対戦に行けないんだけどね、サークルが一応相手のターン打つとなんかその効果を受けなくするみたいな効果もあるから結構強くて、はい、一応それやった方が良かったかもしれないけど、まあいいや、とりあえずもう対戦に影響ない、多分ロアーレイジ構えられたらいいだろうレイジングフェネックスかっけー、見た今の、ちょっとかっこよすぎなんだけど、ちょっとお兄さんでサンクチュアリあるんで転生リンクしてレイジングフェネックス転生リンク召喚成功時効果発動。あと一応ね、これウィーゼルでね、相手のモンスターを送りつけてバックアップでもできますからね。はい、これレイジロワー、いやこれレイジロワー普通にさ、こうやって構えられるようになったらマジ熱くね、簡単にクソ熱いだろこれ、激熱。一応あれか、あの怪獣とかでしょられた時のこれラバゴケアするか怪獣ケアするかみたいなちょっと難しいところあるな。でもあ、一応あ、でもこれうん、そうか、こうしてこうしてで、カイザーコロシアムとか貼ってる場合は1体の方がいいんだけどね。怪獣ケアするか、怪獣よりはラバゴなんかな。でこれ超英語を食らうか、これこれ超英語を食らうなやべやばい、すいません、これ皆さん、なんか怪獣ケアとか言ってましたけど、これ超英語を食らいます、これやめてください、この展開は多分やめた方がやめろマジで。あぶねー、いやトレードインか分かんない、トレードイン何するのこれ。あー、ホルス、ホルス、いや王の棺をね止めましょう、王の棺を止めたらなんとかなる可能性がある。まだ言うて相手手札6枚イムセティ止めるのもありなんだけどな、マジむずいなその辺の判断。オロフィーよ、さあ服装で、服装か、これなんか救いの駆け足とか入ってる方かな、診断対決熱いですねこれ。なるほど、いいですよ、愚かな服装で駆け足の効果によってフィールド魔法と砲撃を持ってくるっていうムーブですね。これフィールド魔法が何かっていう話なんですけども、結局砲撃銃と、いや始皇帝の寮母来た、始皇帝の寮母やばいやつ、イムセティ、いやーこれ止めていやーここじゃないか、王の棺持ってるよな多分この動き、だってロア見えてんだもんね相手、王の棺、はい、いやでも王の棺だってこれさ、王の棺無効にするしかなくない、これ出てきたら出てきたってめんどくさいもんね、ロアどこで放つかっていうさ、めっちゃ難しい問題なんだけど、いやこれじゃないのこれだって、いやーでももう一枚ぐらい持ってるかな、さすがにちょっと無効にしてみます、一旦ちょっとマジでやめてくださいもう一枚、もう一枚って言われたらレイジで破壊するわもう一枚って言われたらレイジで破壊する、その王の棺を、始皇帝の寮母、寮母はいい、寮母は別にいいや、寮母はまあ言うて、まあ、ホルスが出てくるわけじゃないんで、まあ、何が出てくるか知らんけど、まあ、ホルスが出てくるかもしんねえのか別に、まあでもそれ言うてそんなヤバいモンスターでもないでしょ、始皇帝、なんかヤバいこと起きるこれ、ちょっと待って、怖い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 、出てきたモンスター破壊すればいいと俺思ってんだけど、ドゥアムテフ打点引く、それは別にいいよ、ドゥアムテフは別にレイジ破壊できるしね、
ライダーとかが一番良かったか。でもライダーは2800で殴れるしな。はい。ああ、オッケーオッケー、全然いいっすよ。どうしました？そんなクソラコ展開しかできないんですか？あなた。オブファイヤーは発動しない。で、ぶっ壊されてよくて、で、ぶっ壊された場合、レイジングの効果が起動するか否か、蘇生しとくわ。これ、もう一回転生できるかもしれないしね。開始のターンで。レイジングで、ね、3枚入ってると、てか俺多分3枚入れた方がいいなと思ってんだけど、このレイジングができるから。俺3枚入ってた方がいいんじゃないかなって思ってんだけど、多分ね、2枚でも回るっちゃ回ると思う。おっと、何ですか？甘いですね。そんな癖でいいんですか？レイジ見えてますよね。レイジってメインフェイスだけじゃないですよね。エンドフェイズ、はい。サラマンクレイト、レイジ発動。転生リンクしたリンクモンスターのリンクマーカー分相手のカードを破壊。パーン、パーン、パーン、パーン。強すぎ、強すぎ、強すぎ。あまりに最強だ。なんて強いんだ。ジャガー効果、あ、発動。戻すのはサランライトウルフかなんかに。さあ、サンライトウルフ戻して、特殊召喚。おい。もう打点揃ってんじゃねえこれ、もはや。展開する人ねえよ、これ。はい、バトルフェイズです。ちなみに、オブファイヤーでね、自分爆破すると、レイジングがブチ切れて、レイジングの打点がめっちゃアップするっていうコンボもありますけど、どっかで見せたい、それは。できれば、対戦！ありがとうございました。ソウルバーナーデッキ、マジで強いな。これ、あれだな。さすがにね、まぁ、あ、ちょっと俺、構築とかプリング、ちょっと甘いと思うんですけど、極めたらマジで強いぞこのデッキ本当に。スネークワイヤー、とりあえずもうずっとボタンオフにするわ。一生ボタンオフ作戦いきます。で、相手に誘発を何も持ってないただの赤子と思わせておいて、マストカウンターに無限包囲をぶち込んでいくスタイルでいこうと思います。まあそれが果たして、どのぐらい効くのかは非常に怪しいところはあるんですけれども、ジャガン神殿スネークワイヤーいいでしょう。さあフランベルジュドラゴンいいだろう。まあ、いつも通りの展開といった感じだな。うわ、シルイヤ金の強くね。でシルイヤディアベル、ちょっとさすがに無理なんだけど、それやばい。ちょっと待って、現在法か、これ現在法。いや、ウララとかもうないの分かってるっしょ。でもディアベルさんだ。そういうことか。はい、なるほど、龍一でございますな。なるほどな。お、墓地のレベル1止まってねえぞ、これ。神。来た。これマストカウンターなんじゃない？よし、来た。ボタンオフ作戦。結構。さあ、一生ボタンオフにしながら、ここで飛んでくる、無限包容は、相手は、かなりこれ、お前そんなの持ってたのってなってるはず、今。めっちゃボタンオフにしながら。あれ、ちょっと、困ってるよね、これ。これ、今だってさ、これ、あれじゃないの、現在法でさ、それポップルス墓地送んないとあれなんじゃないんですか。なんか無限包容を訴えた時にスネークアイ、フランベルジュドラゴン墓地送った時に2体蘇生できないのでは、これ。これガチで手札何って話なんだけど。何これ、リンクリボース、あーリトルナイツ、噂をしていれば。しなかったか、別に。リトルナイト来てもうたな。いや、でもね、これ UD 弱いぜ、この展開。多分、リトルナイトここで出さなきゃいけないって、かなり。いやー、いけ。来たけど、ここいけるだろ、これ。このぐらいだったら。このぐらいだったらいける、さすがに。多分。しょうがない。オブファイヤーからですね、さすがに。で、あとはリトルナイトがどこで飛んでくるか問題なのと、リトルナイトはちなみになんか効果発動した時に、その効果に直接チェーンすることによって、フィールド上のモンスターの、を、まあ、2体。自分のフィールド上のモンスター含めて2体ね、飛ばすっていう、除外するっていう効果が一応あるんですけど、なるほど、龍一ですね。デッキから手札に加えるカードは、まあこれは普通にミーヤでミーヤ出すしかないかな。これが元祖ポプルスだから。ちなみになんか相手がなんか裏側で使ってるポプルスっていうモンスターの召喚条件、ドロー以外の法令手段に加わった場合特殊化する。これミーヤだから。元祖でもねえか、別に。でもお前よりは早いから、少なくともお前よりは早い。何、まあいいだろう。でも言うてさ、あとリトルナイトぐらいなんじゃないの。リトルナイトぐらいでしょ、まあ妨害としては多分。
ディアベルスター、はい、どうぞ。回収ね。で、ミーヤが、まあ、出てきて、いや、多分ね、この手だったらワンキル取れると思うけどな、なんか展開によっては。どうやってあとはリトルナイト踏むかどうか問題なんだけど、反逆の財宝スネークアイは今どうでもいい。今んところどうでもいい。で、一旦ベイル・リンクスをリンク召喚すると、手札からガゼルが、びっくりして出てきて、はい、効果起動。で、さらに、手札の、ちょ、早くお前、リトルナイト使えや。まあこんなとこで使わねえか。リトルナイトいつ使うんだ、お前。いつリトルナイト使えた。で、ガゼル特殊。で、ベイルリンクスの効果によってサンクシャル持ってきて、で、ガゼル効果。特殊召喚成功したので、自分の持ちにサラマングレイトネームを送ることができる。まあ、これは手数になるんで、ジャガーですかね。で、スピニーの効果起動して、打点上げて特殊召喚。ああ、間違えた。墓地送る。で、スピニーの効果によって、自分のフィールド上にサラマンがいるんで、特殊召喚ができる。これあれだな、ミラージュスタリオで踏みに行くのが多分一番良さそうな気がするよね。ミラージュスタリオってちなみにリンクスワインに、サラマングレイトモンスターのリンクスワインになるとなんか相手のモンスフィールドのカードなんかバウンスするよみたいな効果があるんですけども、まあ、これで踏みに行くのが一番いいんじゃないかという疑惑。で、サラマングレイトミラージュスタリオ効果。ガゼル切りまして、特殊召喚するなんかやっ強いのいたっけ。あー、飛ぶよね。まあそこだよね。まあなるほど、確かにそこか。まあ一応リクルートのリンクサイになった後の効果でもよかった気がするけど、はいはいはい。ミラージュスタリオがバウンスされていく。バイバーイ。バウンスじゃねえや、これ除外か。バイバーイ、さよなら。まあ、でも、ね、エンドフェーズには戻ってくるからね、次の。まあお前のエンドフェーズがあればだけどな。さあ、フォクシーとかいう謎モンスターを特殊召喚して、で、これで、これであれだわ、あのジャガン神殿爆破すればいいわ。で、サラマングレイと、ベイルリンクス。よし、かもベイルリンクス。で、サラマングレイとフォクシー効果？フォクシー効果？これ大丈夫だな。捨てればいい。ウィーゼルをぶん投げて、自分の墓地から表側表示の魔法トラップカードが、だっけ？ある場合、特殊召喚できて、さあ、魔法トラップカードを破壊することができるため、これでジャガン神殿スネークアイとかいう激務カードを破壊。よし。そして、サラーマングレイトサンライトウルフの効果を起動。で、ウィーゼル回収して、やべ、サンライトウルフで回収したの出せねえわ。ちょっとミスった。ちょっとミスった。いや、体勢に影響ないと思う、多分。多分ね、ここまで展開できてるとね、多分ね、大丈夫だと思うんですよね。トガ姫、はい。あとはちょっとポップルスだるいんすけど、問題はそのポップルスとかいうモンスター、これリンクリボーのチェーンなんだよこれね、多分ポップルスリンクリボーの多分チェーンだと思うんだけど、まあ、とりあえずトガ姫の、あー、リンクリボー使ってくれる、なるほど、リンクリボー使っていただける。え、じゃあもうマジで棒がないじゃん。見えてる棒がリンクリボーだけじゃねえ。オオカミ出して、まあ、リンク値オオカミなんで、リンしかないんですけど、まあ、これで転生リンクする。転生リンクして、ハート持ってきて、バカみたいな展開すればいいか。パイロでもいいけどな。パイロを転生リンクして、相手のカードを全部ポイントにももちろんできるんだけど。まあ、ちょっとそうすると、ちょっと多分ワンキルが取れないので、レイジングフェニックス出しまして、で、こいつ出た日何もないんだけど、まあ、サンクチュアリで、転生リンクをすることによって圧倒的なる効果、サラマングレートカードをサーチ。うおー、転生リンク召喚、あれあれよ、サラマングレート、レイジングフェニックス効果だぞ。自分のデッキからサラマングレートカードを、もちろんサラマングレートハートを手札に加わせてもらうぜ。そしてサラマングレートハートの効果を発動。サラマングレートハートの効果により、転生リンクした、モンスターがいる場合、このカードを墓地に送ることによって、そのモンスターのリンクマーカーの合計値だけ自分の手札持ちからサラマングレートモンスターを特殊召喚。つえこれやりすぎだろ。これやりすぎだろ。これやりすぎじゃない、やりすぎ、強すぎ、やば、いかれてる、いかれてるよこれ、いかれポンチだろこんなもん。これで
さらにフランベルジュがめんどくさいのでフランベルジュもデッキにバウンスさせてもろて、はい、帰ろお前は。よっしゃあとは打点つけないんだな。一旦リンク3しまして、守備で特殊召喚なんでね、打点に変えないといけないんです。あのハートはハートで出したモンスターをで、ジャガーちゃんの効果起動する、自分の墓地からこれはウルフとかでいいかな、ウルフを戻して特殊召喚して、はい、でまあ、パイロでもいいな正直、まあ、レイジングでいいか、3と1でレイジングします。いやいや、あれリュウさんこれ打点足りてますという話ありますよ皆さんね。これ打点足りてないじゃないですかリュウさんという話ある。大丈夫見てね、今から見ててやばいことが、いいえ、でぶん殴ります。でサラマングレートオブファイヤーの効果、うおー自分のカード爆破、いえ自分のカード爆破、うおーお前よく破壊したな、レイジング効果5600で復活これが自作自演ブチギレワンキュー、うおー対戦ありがとうございました。すえやばサラマングレート楽しい、めちゃくちゃ久しぶりにさサラマングレート触ってんだけどさ、やっぱこのデッキ楽しいね。おお、なんかやっぱごっこ遊びできるデッキが好きなんだよね基本的に。なんかまあ言うてそんなブレインズ全部見てるわけじゃないんで、僕もなんか3分の1くらいしか見てないんだけどブレインズやっぱさソウルバーナーマジかっこいいやん。ブレインズの主人公はソウルバーナーだからね、ちなみに。おお、ホルス強いな。ちょっと待って、そのムーブはやばい、さすがに。なんか普通に理想ムーブされてて世界が終わる音がする。応募やばいね、やべえお祭り始まる、これうわホルス祭りや、これお祭り始まった墓地からポン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 出てきすぎだろお前ら、ふざけんな。そのうちねちょっと僕もあの動画にしようかなと思ってますんで、なるほどね、純正ホルスみたいな感じか。これで、ね、これもこの盤面もまあまあうざいんだよね、これまあまあうざいんだよマジで。ちょどうしよっかこれ、まあ、一旦サラマングレードガゼル召喚するしかないことないか。ガゼル召喚効果発動、よみがえり師天空神、えっ、やばオシリス出てくれ、これオシリスを特殊召喚して手札が6倍になるようにドロー、やばいやばいこと言ってるやばいこと言ってる、やばっ、ちょっと6000コシルスやばない、待って俺リンクデッキなんだって、リンクデッキなんやて、リンクデッキでさ攻撃表示のモンスター2000以下にして破壊すんの絶対おかしいって、やばいやん、どうすんのこれ。でなんかあれだよ、オシルス除去しようとしたらホルスたち全員ぶち切れてくるよ。ホルスってねなんかね、その自分以外のカードがフィールドから離れるとなんかねぶち切れてなんかいろいろ起きるんだよね。これもしかしてまさかホルス親衛隊ってことか、これこれなんかあの神の横にいるやつら全員ホルス、あ神親衛隊ってこと、確かに王の横にいるモンスターだもんなこいつらって、大体多分ファラオの横にいるもんな。え待ってこれ、サラマンクレートでもさ、これさリンク召喚したらさ絶対死ぬじゃんそいつが、リンク召喚したら死ぬのやばない、しかも絶対一生将来弾打ってくるよこれ、これどうすんのマジで。これトガ姫でさ、これ将来弾回避するしかない、もしかして絶対死ぬよね、こうするじゃん。でこれで将来弾って言われても一応700残るじゃんこれ多分ギリギリ、あいやでもさこれさちょっと待って、これあれかミラージュスタリオのバウンスで、いやでもそうすると結局ホルスがあれでしょられるんだよなこっちのフィールドカード、やばくねこのデッキ、ちょ何これどうしたらいいのこれ、ちょ返し方教えてください皆さん、これパイロしたらいける、これパイロしてさ、ちょ待ってでもさパイロしたところでさ、パイロしたところで
いやまあいいんですよ、800になるのはもうもはや800になるのはもはやいいんですよ。でこれコードオブソウルの効果起動してるから転生リンク召喚権が1回増えていますと。でファイロファイロすると、ホルスのホルス以外のカードが全部破壊されて、でそうするとホルスがブチ切れるな。待ってこれマジでわからない、ちょっと時間がないし。そしてパイロフェニックス出す、でこれはもうパイロの効果使う。これねちょっと待ってやばいやばい、ちょ時間ない吹き飛ばすでしょ。でそうあのね王の棺があるとなんかこ何対象取らない効果で破壊されないっていう効果あってさ、待ってこれやばいわこれ全員ブチ切れんのか、全員ブチ切れるねこれ、ホルスこれ全員ブチ切れんのマジやばい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 、対象でホルスモンスター対象できない、攻撃選択できない、めっちゃドローする属性の数だから今4枚か4枚ドローを、デッキパンスモンスターボチョクリ、モンスターじゃなくてもいいのか、フィールドのカードボチョクリ、これ無理じゃね。いや結構粘ったけど普通に無理だわやばやば、何この圧倒的圧倒的火力あとドローしすぎだろお前ああもしかしてオシリスホルス強い。